お願いします。ではまずビフォーの状態、色がどんな風になっていたか教えてください。はい、多分中間から毛先、以前ブリーチをされてて、でそれが結構抜けて明るくなっていて、根元から中間はそれほど明るくないんですけど、まあ、明るく見えるブラウンでした。はい、はい、ではそこから、カラーはどのように変更されたんでしょうか。はい、今ちょっとこう地毛っぽい暗めのカラーが流行ってるので、今回はシンプルに一色で、まあ、地毛に近い黒髪に近い暗めのカラーにして、ただ落とすとツヤ感とか失われるので、ダークチェリー的なちょっとそういうちょっとこうバイオレット、赤いバイオレットが入った暗めのカラーリングにしています。明るさはどれぐらいの色？明るさは6トーンから7トーンのダークチェリーのブラウンですね。今回あのアベダの製品を使われてましたけれども、はい、こちらの良さっていうのはどういうところですか。アベダの一番の良さはやっぱ艶がすごく出るので、あと発色も綺麗なので、明るめをこれからこう流行っていく上で暗めに、あの黒髪っぽく落とされる女性が増えると思うんですけど、アベダで暗めにすることによって色だけじゃなくて艶がはっきりと出て美しい暗髪になるのかなと。やっぱり暗髪は艶がないと始まらないので、アベダが一番最適かなと思います。スタイリングについてお願いします。スタイリングはもうシンプルにストレートアイロンで、まあ、ストレートにして、毛先だけ柔らかくランダムに軽く動くようにして、顔周りに彼女はもともと宿毛矯正されてたんですけど、半分ぐらい宿毛矯正がかかってない部分があったので、そこの癖はどうしても伸ばしても多分うねってくるので、ちょっと顔周りだけ癖を生かして、柔らかく産毛みたいな感じで置いておいた感じです。それで雰囲気出すという感じですかね。スタイリング剤仕上げはどういうものなの？もうオイルだけで、ツヤ感としっとり感のある感じ、あとはちょっとこうカジュアルモードなニュアンスにして、顔周りの癖毛のパヤパヤしたところだけアベダのホールドスプレーで、これもアベダのスプレーでツヤが出るので、オイルとのツヤ感をこう同じようになるように質感調整しました。今回、まあ、暗髪がこれからトレンドということなんですけど、はい、その中でもそのダークチェリー色っていうのが入っていることによって、どんな、そうですね、結構暗めの色っていろんなパターンあると思うんですけど、青みがかったものとかモノトーンがかったものとか、青みとモノトーンって結構ツヤが出せないので、やっぱこうちょっとレッドバイオレット的なダークチェリーになるとツヤも自然に出てくるので、思いっきりお家でブローできない時でもツヤ感は感じられるっていうところですかね。髪系、ちょっと暖色っぽいものが入ってるっていうのが、そうですね、で寒色だとちょっと毛が硬くなるので、暖色だと柔らかく見えるので、はい、わかりました。ありがとうございます。どうも。ありがとうございました。